おい、はいはいはい、どうしました岩井さん。いやー、キャベツさん、またアイキャドフォーラムが今年もやるらしいんですけど。はいはいはい、今年どころか年2回やってるんですけどね、うん、アイキャドフォーラム、うん、アイキャドフォーラムについて雑談しましょう、今日。あ、いいですね、アイキャドフォーラム。そもそも何なんですか？アイキャドフォーラムというのは3次元 CAD を使った業務とか、うん、3次元でどういうメリットがあるのかとかを、うん、ソフトウェアメーカー、アイキャド目線とかではなく、実際使っている設計者の目線とか導入に携わった人の目線で聞ける事例講演会になります。アイキャドさんが主催で集めてはいるけど、アイキャドさんが自分のプロモーションばっかり言うんじゃなくて、アイキャドユーザー、そうです、実際使っている方ですね。 3D CAD を導入しました、2D から 3D に移行する苦労話とか、そういったのをユーザーさんがユーザーさんに向かって発信して共有してくれる。そうなんです。これめちゃくちゃ面白いのが、例えばソフト導入したら、あ、よかったとかすごい絶賛する話多いと思うんですけども、例えば導入する時の悩んだ話とか、あと CAD 導入されてる皆さん感じることあると思います。展開するのが難しい、社内の人がなかなか使ってくれない、そこどうやってクリアしていったのかとか、そういった生々しい話を聞ける、それが面白いんです。なるほどね、僕も 2,3 回参加させていただきましたが、確かに各社さん大体1回のフォーラムで3社ぐらい、いろんな規模の会社さんですよね。そうですね、本当に売上が 4,000 億 8,000 億ぐらいの大企業での 3D CAD の導入実例とか、あるいは本当に30名規模の中小企業さんでの 3D CAD を導入していく過程みたいな話をしていただけてるのと、あと特徴的なのが、フォーラムで講演してもらった後に質問できる。そうなんです、質問できます、はい、最近オンラインセミナーとかも多いじゃないですか、行ったら決まった動画が流れるっていうパターンもあったりするんですけど、やっぱりリアルの生の場でしか聞けないことってあります、特にその場でしか言えないこととか、ウェブに載っけれないような裏話とかも、はい、出てくるんで、その辺は非常に面白いところなので、参加してぶっちゃけた話を聞いてみるのもありだと思います。ですよね、僕もすっごい大きな会社さんでの 3D CAD の普及率、実際に使用されてる割合みたいな社内情報っていうか、そういうデータが円グラフとかで見せてもらった時に、ある意味衝撃受けちゃったりしましたもんね。そうですよね、あ、こんな大きなすごい会社でも 2D で設計してから鑑賞確認のために 3D にするんだ、その後また手配のために 2D に戻すんだ、すげえことしてるやんとか。そうなんです、そういった悩みを共有できる場でもあるんです、あの会社さんもうちと同じなんだとか、そういったところを聞けるってところはすごいいいんじゃないかなと思います。講演の間に休憩時間とかもあるんで、そこで実際講演してくださって、その講演者の方と話したり質問するっていう機会もあったり、あとこれも一個面白いところは、イベント時代アイキャド社の人がめちゃくちゃ多いです、そこでアイキャド社の人を捕まえていろいろ話を聞くっていうこともできます、確かにネットワーキングもできますし、アイキャドの方も多いんで、アイキャドさんに直接いろんな要望をお伝えできる場所でもありますよね、そうですね、講演の中でも実際使ってる方の中からアイキャド社さんへの要望みたいなページもドーンとあって、そこでもいろいろ言ってるところもなかなか他で聞けない面白いところかなと思います。結構講演自体に対してのアンケートも取られていて、皆さん書き込まれてますもんね、すごい回答率も高いですね、あとね、僕一番特徴的だと思うのは、アイキャドさんの今後の私たちはこういうことを目指してますみたいなところを、アイキャドの社長さんが話してくれるんだよね。あ、そうですね、はい、皆さん多分気になると思います、このソフト今後どうなってくるのとか、どういうところに意図を持っているのかとか気になると思います、そういったところを聞く機会にもなりますね、汎用的じゃなくて、我々はピンピンのツンツンにとんがらせて急に切れるようにするんや言うてましたね。言ってますね、もう切れ味鋭いという、とんがったソフトを作っていくぞという、まだまだ早くするぞってこの間言ってました。そこでしか見れない、ある意味今開発中のデモ映像とかも、そういったところも見れるのは期待していただいていいと思います、って設備並べた動画見ましたけど、えげつない規模ですよね。こんなラインあるんっていう、工場丸々って言われること多くて、最近だと広い工場もできてきて、そこにラインがコンパクト化というか集積化されていって、そこを大規模なモデルが軽く動かないといけないんですね、そこを見据えて安心していただけるように、ここまでできるんだっていうデモですね。そうここまでできる、やるんだぜみたいな、そんな気概を感じましたね。まるで半導体のシリコンウェーファーみたい、どんどん小さくなっていくみたいな、もう俺たちはどんどん速くなるぜみたいな、そんなアイキャドフォーラムですけども、次あるのいつなんですか、キャドフさん。
次あるのは2024年の10月の22名古屋、うん、30東京、そして最後大阪会場が11月7日です。11月7日、うん、ということで東京、名古屋、大阪とフォーラムという形で実際使っているユーザー企業の方から講演がありますので、うん、ぜひ興味のある方はご来場ください。あ、言うの一個忘れてました。まず参加無料です、うん、しかも iCAD 使ってない方も参加することができます、うん、例えば iCAD 以外の CAD を使っている方も3次元でもっと業務を良くしていくにはどうしたらいいんだろうとか、うん、3次元使いたいけど社内にどうやって普及したらいいんだろうとか、そういったいろんなヒントが隠れてますので、うん、ぜひ聞いてみてください。本当に学びの多い回になります。初感ですけどバキバキに 3D 化進んでるかって言ったら全然みんなそうじゃなくて、結構どんな会社もすごく苦労しながら 2D から 3D にやってこう、うまく部分的に 3D 化していってるみたいな、そんな印象を受けていて、特になんか大きな企業ほどレガシーがあってなかなかパンと 3D 移行っていうのは難しいから、じわじわやってこう的なリアルなお話になっています、僕が今まで聞いた感想ですと。ただものすごい進んでる会社さんももちろんありましたし、昔の講演録画見させてもらったら、そういう会社さんの話も聞けるし、本当に泥臭く苦しみながら 3D を今推進している会社さんのリアルなお話を聞ける、うん、はい、実際参加してみればどなたもうちと似てるなとか、うちがここを目指したい姿に似てるなとか、そういった共感できることとか参考にしたいところ目指したい姿っていうのも見えてきますので、うんうん、ぜひぜひ来てみてください、うん、気づきと学びの会になりますので、 iCAD フォーラムぜひ皆さん参加してください。はい、申し込みはこちら概要欄に貼っておきます。ぜひぜひご覧ください。会場で私も待っております。いるんだ。います。